こんにちは、小春立花です。 Hello、 青野だよ。今日はシンセサイザー V スタジオプロで使えるスクリプトを紹介します。 Sense of V の A のボイス、つまり私、エレノア・フォルテは日本語で歌わせたり喋らせたりできるスクリプトよ。少し前にソークさんが作ってくれたこのスクリプトの英語版だね。発音記号をいじっただけの手抜きスクリプトらしいけどね。配音はソークさんにお願いしたよ。どんな説明文の URL からダウンロードして使ったね。それじゃあスクリプトの説明に入るね。と言っても使い方は中国語版と同じ。まずは私が歌を歌ってみるよ。春が来た、春が来た、どこに来た。次は私の番だよ。変換したりのを選択して、スクリプトの英語ボイスでひらがなを発音するを選択。簡単だね。それじゃ、再生してみるよ。春が来た、春が来た、どこに来た。夢に来た、外に来た、何も来た。Great! 私が日本語で歌ったわね。基本的な使い方はこんな感じ。あ、そうそう、中国語版スクリプトも含めて家業の微濁音にも対応してるよ。使うときは、が、ぎ、ぐ、け、ごのノートをそれぞれ、がはな、ぎはなって感じで入力して、スクリプトを実行。発音機能が変わったね。それじゃ、もう一度再生してみるよ。春が来た、春が来た、どこに来た。がの発音がちょっと変わったよ。実用性があるかはわからないけど、覚えておいてね。ちなみにこのスクリプトを使うと、トークロイドもちょっと楽に作れるよ。私も今、スクリプトを使って喋ったわよ。カタカナ英語を喋らせるときは、スクリプトを使うより、普通に英語を喋らせた方がいいみたいだね。Me to lunch or together しようぜ。こんな感じ。わかけて聞いた方のセリフだね。さて、中国語版もそうなんだけど、このスクリプトはたくさんある母音や子音の組み合わせから、それっぽいな、と思った組み合わせを一種類だけ実装してます。だから前後の歌詞の組み合わせによっては、違う、そうじゃない、って発音になることもあるかもしれません。そういう時はどうするの？ノートプロパティパネルの音素設定から、音素を変更してみてね。ここをクリックすると3種類の音素を好きに切り替えられるよ。テタテタ。それでもダメな時は別の発音記号を自分で調べて入力してね。そこは無駄げなんだね。ちなみに発音記号についてはシンセサイザー V 日本語非公式ウィキに一覧があるから気になる人はチェックしてみてね。ということでシンス V の英語ボイスにひらがなをそれっぽく発音してもらうスクリプトの紹介でした。それじゃ、またね。